こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットは始めていきましょう。今回は公式戦2戦を行います。リマッセ大阪、今日リマッセ大阪ですね。こちらと浅草サンダーボルト、今リマッセ大阪7位ですか。ちょっとなんか弱くなってる気がする。ただキーパーのギョリヒンやディフェンダーはまだまだ強いです。浅草サンダーボルト、まあ、なかなか強いんじゃないでしょうかね。今6位です。まずリマッセ大阪とやっていきましょう。順位、現在のところ順位は2位ですね。勝ち点並んでいて得失点差2点でケッタル東京が首位となっております。やっていきましょう。公式戦メンバー変わらずやっぱり強いですからね。力を手を抜かずやっていきましょう。お、でも勝率はこちらの方がちょっと高いというトトの予想になります。どうなんでしょうね。危ない。三宅がなって行きどころによってはちょっと点取られてたかもしれない。ダメか。勝ち続けたいですね。なんで出すんだ。出しちゃいけません。あ、危ない。あ、入れられてしまった。嘘だ。幸子、北原に決められてしまいました。まだ諦めないこと。まずは追いついていきましょう。ファウルですか。こちらボールのフリーキック、最後は蹴りまして、ふわっときたチャンスだが最後ですね。ん、緑決めた。同点。しっかりゴール際に、相手をゴール際に寄って決めていきました。これですね、最後から上がって、お、この緑の飛び込みの思いっきりの良さ。フィジカルがすごいな、緑。さあ、これで振り出しに戻りました。落ち着いてボールをキープしてほしい。捉えてしまう。でタイプってあるんですかね。レジスタ、ダイナモ、アタッカー。危ない危ない。ダイナモとレジスタって何が違うんだろう。緑が2点目決めましてリードです。オフサイドならなかったですね。さあ、あ、ならないか、これは。しっかりヘディング。緑、タイリーになります。これでリードです。さあ、相手は、選手変えてきましたよ。ミオ。くるみちょっと走力が低
かりますね。そう、走力で言えばクルミは落ちるのか、これなんだったっけ、走力 A ですけどね。さあピンチです、ちょっと危ない。前半終了直前、だるまが乗り越えて前半終了。ミオが疲れてますね。マドカにチェンジ。ミユキですね。ミユキが疲れてる。萌に変えときましょう。おっと、やばい、あー同点に追いつかれた。油断ではないだと思うんですけど、彦坂の起点ですね、これ。彦坂ミッチェルの、さすがですね。さあ再度リードしなければなりません。あっとまた攻められている、危ない。マナミ、もう点を取りに行かねばなりません。さあ逆サイド7個だから、小田切がまだ食い下がってますね。いいですね、頑張れ。3人しか交代枠ないんで、8人は使えたまま、包み疲れたままですが、ファールですか、小田切。ハンドっぽい？こちらボールのフリーキックになります。ん？あっと、どうしたんだ。さあ、相手ボールのスローになってしまいましたね。さあ、これは危ない。七子がクリア。ルーマがすごいな。さあ堅実に逆サイド、窓か。さあ飛び込む、緑決まった。3点目、ハットトリック。ギリギリでした、決めていきました。マドカが上げて、さらに飛び込む緑、思いっきり頭を伸ばして勝ち越しのゴールを決めました。さあシーソーゲームとなりましたが、最初にマスヨ大阪リードして、うわっ、唐突に入ってしまいますね。堤から北原、北原もこれハットトリックじゃないかな。3対3、うん、残りは車がすごいな。北原だ、北原はまだ健在ですが、危ない。アディショナルタイム1分ですので、もうほとんど時間ありません。試合終了です。3対3引き分け。さあ先制したのはリマス大阪でした。
ヘディングを決められてしまいます。その前に出してしまったのが、外に出して相手にスローイン与えてしまったのが良くなかった。しかし22分、すぐに同点に追いつきます。この緑のヘディング。全部3点にヘディングだったような気がします。カーブになります、緑。これは危なかった。そして勝ち越します。ニオのクロスから緑、難しい、頭抜け方難しかったと思うんですけど、緑がこれでボールが来たところに頭を変えて気がしますね。そう、北原もやっぱりハットトリックですね。これですよ、点。彦坂いきなりもうロングパス2本ですからね。さや、そして北原決定力、驚くことをやってくれます。まあ、危なかったな。つつみだるまのシュート、さあこれ勝ち越しですね。まどか飛び込んで、あ、緑決めありました。ヘディング。だが4分持ってくれようと思ったんですけどね、そうはいかなかった。沖縄から筒、チェンジオブペースが本当にうまいですね。これは危なかったですね。北原が逆サイド、あっと完全に抜かれてました。ということで、シュートは相手が圧倒的ですので、力は相手の方が押してたような気はしますね。お互いハットトリック試合。これで4位に交代です。首位のキャピタル東京とは2点差となります。さあ5位のサクササンダーボルトとの試合いきましょう。公式戦、おっとここで緑が相当疲れている。なんだって、7個も疲れています。何するんでしょう。でヤンを7個の代わりに入れて、ミホも疲れてますね。かなり激しい試合だったからかな。さあこれが浅草ライジンスタジアムで行われます。こちらもあの勝率はこちらの方が高いですね。選手が疲れているので、ちょっと選球をちょっと、減らしている感じではありますが、エリカがその分頑張ってほしい。エリカフレッシュですからね。危ない、ミユキがカバー。ミオからクルミが外に出す。こちらボールのスローインになります。ミオセンタリング、まだですね。さあこのこれは夏木が直接キャッチ。
連戦が続いているのでどうしても疲労は避けられないところでしょうか。危ない、あーコーナーキックになる。さあピンチが訪れます。高取、これは夏木が直接キャッチ、キックを出します。お、これはさすがです。エリカ1対1だが右へわずか急いでしまった。ファールですね。ピチャーボールのフリーキックになります。そしておっと、幸子、うーん、エリカだが相手の守備を固い。ここ破れません。逆に危なかった。早川からエリカ、おっとバーに嫌われた。さあまだ時間があります。前半の試合終了です。ハーフタイム、誰も疲れてないですね。さあこのまま後半に突入します。ここで、疲れてる選手を見て、やっぱり真ん中が疲れてるな。さあミッドフィールダーを変えていきます。エリカ、おっと動くのか、なんだったんだ今のは。さあどうするかですね。ここはモエに変えてみましょう。まあ実は誰も交代してないです。さあこちらの選手交代、フレッシュな選手が3人入ってきました。スコアレスとなっております。おっとこれはミクルミだが、あーうまくいかなかった。チャンスだったんですけどね、クルミ。さあもう70分、あと20分となります。あ、かかとにうまい、危ない、おー穂積が待っていました。取られてしまう。こういうとこをしっかりキープしていかないといけないですね。ライダーセンタリング、夏木は直接キャッチ。危ない、これはこれは良くないな。彩香が必勝クリア。ここはこちらボールをフリーキック。さあもう5分、均衡は破れないまま5分となりますが、エリカ、あダメだ、うーん、コーナーキックですよ。さあチャンスです。エリカ蹴ります。キーパー直接、試合時間がもうほとんどない。試合終了です。勝つこと、2戦とも勝つことはできませんでした。
対照的な試合になりましたね。シーソーゲームとスコアレスドローの。ここ取ろうかな。で直接だったんですよね。キーパー直接だったんで蹴られなかったんですね。残念な結果に終わりました。シュートのホースは圧倒してたんだがな、勝つことができませんでした。さあこれ4位のままですが、キャピタル東京が勝ったため、首位キャピタル東京との勝ち点差が4点、2位エルダウド欧州と勝ち点差が3点に広がってしまいました。今度はくるみが疲れている。なんとまあ無理はできないですね。スタメン変えて対応するしかないとは思いますが、ということでいよいよ次はミルザガセミです。結構弱くない？これ、しっかり勝っていきましょう。バラマンティ負けてますね。バラマンティが一番強いってことですよね。さすがにバラマンティは強い。はい、ということでバラマンティはどことやん、カモアンガイか、まあ多分勝つでしょうからね。ここもしっかりミルザガーセミに勝ってムードを上げていきたいところでございます。以上になります。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。